はい、スプレッドライダーの小川真嗣です。本日紹介しますのは LTV というモデルとなります。なんで僕はこれを乗っているかと言いますと、可変キャンバー、まあターンをしながらですね、エッジがあまり深く入らないのでカーリングの途中のエッジの抜き差しがすごくしやすくて取り回しがしやすいモデルとなります。で、去年まではちょっとセンターが硬かったんですけど、今年は緩めていますので、板全体を使ったトリックがすごいしやすくなっています。で、プレストリック、まあ、弾き両方できますし、 LTAF の次に柔らかいモデルとなっています。体重が軽量の方から、脚力に自信のない方、そしてプレストリックをやりたいって、今からグラトリやりたいって方にもおすすめの一本となります。こんにちは、スプレッドライダーのジェイジュンです。今回僕が紹介するのは LTB になります。で、来期のLTB を試乗したので今期の LTB との違いについて説明したいと思います。もともと可変キャンバーで乗りはやりやすいんですけど、さらにセンターを柔らかくしたので乗りや点乗りがしやすくなりました。ノーズテールに張りがしっかりあるので飛び系もしっかりできます。で、ノーズテールに一気に乗りに行くというよりはどっちかというとセンターからしならせて徐々にノーズテールに乗っていく乗り方の方がこの板には合うと思います。で、僕スプレッドですごい好きなのがソールにコンベックスが深めに入ってて船の船底みたいにちょっと膨らんでいます。なのでエッジに引っかかることがあまりなく操作がすごくしやすいのが僕スプレッドですごいおすすめです。LTB いろんな用途があってすごく乗りやすいのでぜひ試乗会で乗ってみてください。じゃあね。